ブロッコリーとレンコン、今日はお野菜をオーブンで焼いていきたいと思います。じゃあどんどん切っていきます。レンコンは少しだけ酢水にさらします。スープに入れます。はい、ブロッコリー切れました。じゃあ天板に並べて焼いていきます。かぼちゃも焼いちゃいます。オリーブオイルかけます。お塩、胡椒。じゃあこれで焼いていきます。500ワットで4分チンしてからグリルで焼いていきます。キャベツ、今日はスープに入れます。はい、入れました。多いかな、いっちゃおう。蓋して火通します。そろそろ揚げます。味付けしていきます。ケチャップ大さじ1、コンソメ小さじ2、お塩少々、胡椒少々、お豆も入れます。結構いるよ。はい、スープ完成。鮭骨は取ってきます。今日は衣をつけて揚げ焼きにしたいので切っていきます。じゃあ衣を作っていきます。小麦粉大さじ 1.5、 水大さじ 1.5、 はい、OK。 パン粉、粉チーズ大さじ1。準備できました。小麦粉の方をくぐらせてパン粉つけていきます。はい、パン粉 OK です。じゃあ鮭を揚げ焼きにしていきます。油ちょっと多め。おかえり。もうちょっとでできます。寒いね。あ、揚げ物、揚げ焼き、鮭フライみたいにするわ。よし、あ、でもちょっとチーズの匂いするわ。あ、チーズ挟んでるの。うん、おい、あ、いいやん、いいやん。おぉ、おいしそう。もう一個切ってもよかったな。 3つに切ってもいい色。このままあのスーパーでさ、あの一番高いやつ何か探そうと思ってさ探したら、ウイスキーの響きの30年のやつが100万円、うん、びっくりしたな。誰が買うの、アポで。ここに100万のものがある。あ、いいんじゃない。よし、オッケー、あげちゃおう。はい、じゃあ野菜も焼いたから盛り付けていくわ。ブロッコリーはちょっと焼きすぎたね。あ、でもこういう色好きです。うん、ぞ。おっと、盛り付けが全然浮かばないな。おっと、ここで箸は止まる、止まらない。あ、かぼちゃ美味しそう。かぼちゃいいよね。美味しそうですね。ケースケ珍しいね。本家のことをケースケっていう。本家聞いたことない。で、サクサクそうな音がするね。ね、何かけようかな。マヨネーズかな。何かけんでもいいと思うね。塩鮭やから、うんうん。タルタルソースもいいね。そう。ある？ない。
こんな感じ。よし、 OK、 食べよう。完成。いただきます。どうでしょう、お豆のスープ。うん、ちょっとミネストローネっぽく。うん、すごいお野菜の味今日は野菜をいっぱい詰め込んだ感じだな。いい、美味しそう。めっちゃ美味しい。鮭料理の中で一番かもしれんぐらい美味しいかもしれんぐらいまあそうよな。うん、断言ってやっぱ怖いからちょっと骨取れてないとかあるかもしれない、気をつけて。美味しいね、鮭。うん、めっちゃ好き。うん、嬉しいです。レンコン美味しい。うん、今日は野菜でボリューム感を出して。ほんとや、ベジーなディナー。よく一緒にいてムカつかんねなんで？すごいな、ベジーなディナーやろ俺そんなこと言う人嫌ないけど、なんかチーズが効いてる気がするね。うん、なんか猫派ですか犬派ですかっていう質問あるやん。うん、でもあれってさ、猫と犬っていいんかな果たして、そう、二択でいいんかなって。あー、ふとな、猫と犬なんかちょっと違いすぎんって思う気持ちもあるし、そもそも別のペット入ってきてもいいんちゃうって思うし、猫派か、うん、馬派かみたいなまあそう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 、極端に言うとね。なんで笑ってる？ちょっとしっくりこんがったから、馬がえ、いいと思うけど、うん、猫派か犬派かでそれを聞いた上でも、そうか、まあ、そこはもうそうだもんね、二大ペットはもう二大ペット、だから猫派か犬派。うん、まあそうか。あれ、論破しちゃったそっかそっかでもさ、数だけで言ったら、うん、もっと多いペットいるんじゃないって思う。ハムスターとかそう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 。なんで笑うハムスターはちょっと不本意に増えてそうで、なんかちょっと悲しい急に増えてるもんね、ハムスターって。魚とかよ、魚は多いと思うね。グッピーとかすごいとかもねそう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 。でもさ、猫派か魚派かって言ってる人はもうほぼほぼ魚派やもんおそらく。でもそれはその犬派か猫派かが染み付きすぎてるから、うん、常識を疑えと。そう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 、本当にそんな二択でいいのかっていうことよ。あ、だから魚派か鳥派か、この二択もいいね。うん、いい。あいいですか。うん、そしたらどっちゃん。難しいなまあでもやっぱり鳥かな。かわいい。最近セキレイがかわいくてかわいいな。うん、そう考えると犬と猫って近い方じゃない、うん、ちょっと思ってたけど、猫と犬、うん、と別に猫と魚やったら、うん、どっちが猫に近い？犬かな。うん、ちょっとの差で結構の差で。でも猫派、犬派、鳥派になったらどの派なの？猫かな僅差やね。なんか3つ目がある人の主張をしようとして、その猫派犬派よりも上回る何か派がある人が言う主張をしてた気がするけど、猫なんやって一番収まってた二択に。で、猫犬魚やったら猫やなそうよね魚よりも鳥やったんやから、あ、じゃあもう猫なんや。そっか、猫か。10分15分にわたって猫派ってことを言ってごちそうさまでした